夢から覚めた少年かっこラン、かっことじはアルバイト先のコーヒーショップに向かうのですが、女性のお客さんかっこエナクロ様かっことじが一人いるだけで、店長もバイト仲間も誰もいません。そこに駆け込んできたラーンのお姉さんかっこレーンかっことじは、町中に自分たちしか、もとい自分たちとそこの女性客かっこエナクロ様かっことじしかいないと言います。さらに何やら二人の記憶はところどころ曖昧のようなのです。はてはて、一体全体どういうことでしょう。そこでとりあえずランが起きた時から頭に乗っていた僕かっこタマかっこトジは、あなたたち二人はその腕が持つ不思議な力でミラージと呼ばれる幻の存在を刺激してたのですと、エナクロ様から聞いたことを教えてあげました。二人はなぜかそのこともさっぱり忘れてしまっていました。そしてこの光の先にある、こことは違う世界グリモワル、そこはあなたたちが失ったミラージュが集う世界。俺たちが失ったミラージュが？ええ、それでどうするどうする？グリモワルに旅立つの？のマスコット妖精セラフィーちゃんです。で、こっちは、はいはい、冒険ナビゲーターのタマなのです。体験版をお手にしていただきありがとうございます。ナナです。これはファイナルファンタジーシリーズの最新作、ワールドオブファイナルファンタジーダンジョン体験版。ナナです。ディース。この体験版ではファイナルファンタジーらしいいつもの RPG な感じで、ファイナルファンタジーシリーズのモンスターを仲間にして一緒に戦っちゃう感じを体験できますなんて喋ってるうちに、基本操作は完璧ってところですかね。まあ、ちゅうても動かしてるだけだから大丈夫よね。はいはい、ではでは、そろそろこのダンジョン内で戦闘とかいろいろ体験してみるのです。はいはい、先に進め。ここには私がいる。心配はいらない。ここには私がいる。心配はいらない。私に何か用か？この戦闘は ATB というアクティブにタイムが進むバトルなのです。ま、コマンドの入力を待ってくれないで敵がずっと動いてるってせっかちなバトルなのよ。せっかちかは置いといて、そういう部分もカスタマイズは可能なので
本編では好きなスタイルで戦うといいのですよ。画面の左に見えている縦長バーの上についたキャラからコマンド入力が可能なのです。順番が来たら好きなコマンドを使うのですよ。セットされているコマンドは左スティックとの組み合わせで変化するのです。ま、適当でいいのよ。適当で適当でいいのかも置いといて、ちなみに文字だけのメニュー表示にもなるのです。ま、そっちは昔ながらって感じよね。ところで AP って書いてある赤いバー何？ああ、これはコマンドを実行するためのアクションポイントなのです。コマンドによって必要な AP が違うので、そこそこ計画しながら使うといいのです。普段はあまり気にせずに気軽に戦うといいのです。なんか光ってるんですけど。チャンスなのです。コマンドのジェムを選んでみるのです。ピュエピュー。じっとしててよね。今のがミラージュをジェムに閉じ込めるジェムか。はい、なのです。この世界で出会うミラージュはほぼほぼみんなジェム化して仲間にできるのですよ。ああ、でもミラージュによってはジェムにするのにいろいろと違う条件があるって話よね。そうなのです。体験版で出会うミラージュもいくつかのパターンがあるらしいので、いろいろと試してみるのです。よっしゃ。ところでタマ、私らレーンとランの頭の上に乗ってるけど。そうなのです。これこそがこの世界の特徴でもあるのせのせなのです。のせのせしてるとヒットポイントも強さもいろいろと合体状態になって、一人よりとてとて強いのです。ま、バラバラになったらなったでそれぞれ別々にコマンド使えるから、そっちはそっちで便利だけど。強さを取るか手数を取るか、ダメージを分散する意味もあったりするのです。ま、のせのせだと戦闘不能の時とかも一連卓勝な感じだしね。ま、何にしても好きな方で戦えばいいのよ。好きな方で。また適当なのです。では今仲間にしたミラージュを使ってのせのせプランを新たに立ててみるのです。はいはい、メニューボタンでメニューを出してのせのせプランを選んでね。